何をされても怒らないサラです。実は私パワフルなんです、マリンです。はい、ということでね、本日2回目のね名古屋ライブですけど、はい、皆さんっていうかまあお二人ね名古屋来たことある？私初めて来たんですよ名古屋。お初名古屋。そう。おお、どう名古屋。あの、都会ですね、やっぱり。都会ですか？そうですね。マリンは来たことある？いや、多分、どっかではあると思うんだけど、でも記憶にないから、まあ、ほぼ初めてかもしれない。すごい、こんなちっちゃい頃にね、来たの以来だからね。はいはいはい、もう、超久しぶりの名古屋で。はい、今日はね、みんなでね、最後まで楽しんでいきましょう。そして、よかったら物販とかでね、あの、美味しいものとか食べたいから。そうだね、今日私たちそのライブの後お店が行ってたらなんか名古屋の美味しいもの食べたいねって話をしてたのでそう、あのぜひ物販とかでねこう教えていただけたら嬉しいです。はい、それではねここからソロコーナーに行きたいと思います。イエイイエイはい、それではね聞いてください、ハロー。Yeah!
それではね、どんどん次の曲いきますよ。それでは次の曲聴いてください。クライクライ。
とうございます。はい、それではね、ここで炭素座からのお知らせいきたいと思います。まずライブ、明日2つライブあって、新堺町デイトライブっていう、新堺デイトライブっていう会場にて2つライブがあります。お昼と夕方にライブあるので、皆さんぜひあの SNS とかで詳細見て、ぜひぜひ明日も来てください。待ってます。待ってます。はい、私たち SNS もしてます。インスタ、TikTok、Twitter といろいろやってるので、ぜひカタカナで炭素座って調べてもらったら出てくるので、フォローの方お願いします。そして私たち YouTube もやってます。今日のね19時に動画更新予定なので、皆さんぜひチャンネル登録して待っててください。はい、ありがとうございます。それではね、次で最後の曲となります。最後の曲はね、Japan Like Ready Go っていう私たちの曲を歌うんですけど、そちらね、私たちが、先日って言ってもね、去年なんですけど、初リリースした CD がありまして、そちらに入っている曲となってます。で、今日、物販ではね、そちら販売するんですけど、よかったらね、この曲、今から聴いて、いいなと思った方、買っていただけたら嬉しいです。それにプラスで、囲みチェック券プラス、私たちの手書きラブレターが入っておりますので、はい、ランダムなので誰が当たるかわからないんで、はい、皆さんぜひ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 買ってください。お願いします。それではね、最後の曲聴いてください。 Japan Like Ready Go。Yes, it is.
CD もたくさん売ってあるので皆さんで来てください。待ってます。待ってます。